はい、どうもバルコニーおじさんばい。今日もバルコニーやってくんで、よろしくったもー。本日の献立はどうした？もう何のキャラだか全くわかんねえわ。はい、というわけでね、ちょっとね、なんだっけ、なんとかフェスまで、オーディンが出るやつまで、ちょっとダイヤ貯め続けようと思ったんですけど、サマーガチャ？サマーキャラガチャのグルベイグがさ、サマーキャ出ないね。サマーキャラガチャ、おい、なんでトールが出ない？サマーキャラガチャの、フレイヤーとグルベイグが俺を呼んでるんだよね。で、ワンチャン、ちょ出ないな。さっき2回連続で出たのにな。あれにしたいんだけど、サムネにしたいんだけど。あ、落ちた！なんだって！いい加減にしろやってことかな。おやじ、いい加減にしろや。俺はおもちゃじゃねえんだよ。おやじ。エロサイトでも見てろって言われたのかね。出ねえ、マジで出ねえんだけど。なんで？あんなに俺を誘惑してたのに。出た出た。これにね、もうちょっと目がやられてね、もう引くしかないと。で、もしかしたら普通のフレイヤーも出るかもしんないじゃん。正直言って普通のフレイヤーが欲しいんですよ。普通のフレイヤーの専用装備持ってるから。これ真夏のグルベイグとか砂浜の聖女フレイヤーは特別装備でできないみたいなんで、いらねえと思ったんだけど、まあちょっと引いてみますわ。ちょっとグルベイグおっぱい大きすぎない？これ。まあいいでしょう。さあ、行ってみます。ゲッチャ。虹来い。1個以上、まあ1個確定なんだよね。2個以上、よし3つ、なかなかいい運じゃない？欲しいものは金と力だけだ。怖い、すさんじゃってるよもう完全に。初めて、なんかバラのこの子レベル上がっ、星の、この子レア度上がっちゃうんじゃないの？あれだね、これ聖火を移動するやつ。うわー、なんだこれ、新武器か。おお、ヘルゲット、やべえ、ヘルのレベルマックス近づいた。レア度マックス、嘘だろ嘘だろ、使ってないキャラが出るほど悲しいことはないの星さんで。まあでもなんかこれいいね。ロキ専用ファールバウティ、ロキ使ってね、使えってことかな。これなんだろうね、ローズレイピア、そのままでしたね。これどうなる？あ、正直51になった。星5になれる、マジで。ちょっと先に星5にしていい？マジか。我が女王ヘルが。ヤッホー、これめっちゃ能力上がるよね、確かね。3000上がりました。素晴らしい。もう出なくていいよ、ヘルね。出ても何も起こらないから。さあ、行きます。頼むからさっきと同じ3個いけ。今いいスピードで落としたよ、振り落としたよ。4個イエス。誰、何、服、幅広剣違うかなうんうんうん、幅広剣なんだ、かぶったぞ。まあ、かぶってもいいけどね。ロキか。使えってことだね、これはきっと。慣れ合いなんて必要ない。俺が欲しいのは、どのぐらいの確率出るの、サマーなんて。あ、やった、とうとう出たフレイヤー。オッケー、狙い通り。
水着フレイヤーと水着グレイブレイゴン。あああああ姫ー出たー。どうなんだろう強さは。普通のグルベイグと多分同キャラじゃないから一緒に並んで使えるんだよね。攻撃種の女の子外そうか。でもフレイヤ入れてそこら辺悩む。でもこれいいよね。欲しいもんなくなったから。これはあ、ヘルの専用装備いいじゃん。エリューズドレスインファナルイミュージョン。最も近い敵にこれじゃん。ヘイムダル対策のってすげえ神引きだやべえ、これ弟に言ったら弟言葉を失うね飲まれなさい神引きですわ。申し訳ない。これは申し訳ないけどね、神引きですよ。ソーサリーリングつける方がいいかな。もう一個4100、それ超えるのないよな。そうだね、ソーサリーリングで。よし、あとはこの武器を鍛えていくだけだね。で、今手に入れたこの子たちプレイヤー、まず新ブリージンがブリージン画面。あのね、そう専用装備はね多いんですよね。これ専用装備だったっけ。あ、ないね。リアリティ、ないね。じゃあ上のやつ装備させよう。これ何これ、盾でした。魔法攻撃力は180上がる。これが一番上がるのかな。これにしよう。あ、グルベイグも装備してるわ。で、こっちに、あったー！新ブリージン画面。スキル、アルドベル。自分の誘惑耐性 60% アップ。魔法防御 5% アップ。普通のブリージン画面も2個あるんだよね、まだね。めっちゃ出てんだよね、これ。オッケー。で、こっちのグルベイグも。溶けちゃいそう。こっちの方がいいね。アクセサリーはソーサリーリングかな。強化、そりゃ強化しないともったいない。最高まで強化。これからこいつを星5に上げる冒険が始まるんだよね俺の。あれ38飛んじゃった。いや、引いてよかった。迷ったんですよ、引くか引かないか。なんか呼ばれた気がしたんだよ。ガチャは予感だっていう俺のこうねえ、あの名言が結果を呼んだ感じですかね。で、今度はここら辺をね上げていかないと。アイス、もっと欲しいの？もっと欲しいの？もっと欲しいの？すごい欲しいです初めての星5ができたのと、パープルがこれで2体なんでね、2体いるんでね、まあ結構いいよね。増やしていかなきゃ。ダイヤガチャ1回無料でいいよ。もう今テンション高いんでね、何が出ても喜ぶよ。はい、ゴミ。喜びません。せめてキャラとか、キャラが欲しかったね。キャッ！おお、いいね。アクセサリーだったら。アクセサリーはね、結構重要なんで。
ちょっとキャラクいこう。もうヘルはキャラクエできないよね、これ。やっても意味ないよね。増えないから、これ以上。ヘイムダル。俺なんかヘイムダル、これ、上がる予感がするよ、星5に。ほら、上がったー。オッケー。星52体。ログイン勢みたいな感じの俺が星52体ってすごくないですか？あ、このグルベイグちゃん、リストラされないように。頑張ってますね、今。どうするかだよな。こう、物理アタッカーのスクルドが弱いんですよ、ぶっちゃけ。そしたら、ヘイムダルで守って、こう、フレイヤと、グルベイグ、カノン、ヘイムダル、ヘルで攻撃する方がいいのかなとか、考えたりもしますよね。まあ、ちょっとアリーナで試してみる必要があるかな。ちょっとダイヤ回収させてくださいよ。パーティー変えてみよう。まあ、中距離なしにしてみようか。頑張っちゃおうかしら。これでいってみよう。超贅沢なパーティーだ。まあ、ここら辺勝てないはずはないんでね。もうレベル的には。これもうちょっとさ、あれだよね。欲を言えばさ、戦ってる姿がもうちょっと分かりやすかったらよかったよね。あっという間に全てが終わっちゃって、もう訳が分かんないんだね。まあ、戦闘をじっくり見る、作り込んでくれてんだろうけど、じっくり見るってことがないし、アリーナとかも若干さ、寒いよね。もうけなしてるわけじゃないですよ。時間が早く終わるっていうことは、いいことだとは思います。まあ、俺が比べる時期はセブンナイツになっちゃってるのも、よくないのかもしれないけど。次5万。すごいな、だいぶ強くなったんじゃねえこれ。星さんがまだ2体いるけど、ちょスクルトは裏で育てとこう。とうとうスクルト外す時が来たよ俺。新武器2個手に入れたのはでかいね。たった20連でね、なかなかの強運ですよ。それで持ってないフレイヤと、あとはキャラ、新キャラのグルベイグ出たなんて。これヘルの攻撃だよね。ちょっと2000とか2万とか出てるの。杖のマーク出てたし、結構戦闘はねシンプルです。だからね、時間がなくてもできるゲームなんで、まあ、そこすごいいいなと思います。例えば端末何台も持ってる人がいるとするじゃないですか。そうすると、例えばメインのゲームやりながら横で端末、横の端末で流しておくみたいなストーリーとかを。っていうのができますね、このゲームは。で、このゲームの一番の魅力は、キャラ育成。で、育てたキャラが全部レベル星5まで上がるっていうのと、あと、なんていうのかな、全キャラ使うクエスト、イベント、まあ、塔なんですけど、バルハラの塔っていうんですけど、があったりするんで、まあ、育てていかないと、まあ、ダメって感じですよね、逆に言えば。
そういうのはあるかなと。はい、ゆえに隙間時間で、まあ、レベル上げることがものすごく大事。今のところギルドコンテンツがないんで、まあ、そんな感じなんですけど、ギルドコンテンツが出てきた時にどういう風に、まあ、遊んでいくことになるのかっていうのが楽しみですね。まあ、もしかしたら俺今メイン端末に入れてるけど、サブ端末に移してやることになるかもしれないです。メイン端末は韓国版のセブンナイツとかパズーラとかのメインが入ってるので、まあ、結構使ってることが多いんですよね。 FFB とかも。でサブの方はセブンナイツサブ赤、まあ、これは割と動画撮ってる時ぐらいしかやってないんで、って考えるとね、まあ、必然的にやっていく回数増やしていくんだったらサブ赤でやる方、サブ端末でやる方がっていうところではありますね。まあそうなるかもしれないね、ギルドコンテンツ次第では。楽しみにしてます。ダイヤももらえるのもすごいよね、キャラクエでも。キャラ増えたら、ダイヤ150個回収できるからね。さて、まあとりあえずこんな感じかな。グルベイグはちょっと裏でやっときます。で、ロキの武器手に入れたからね。これロキはちょっと育っておかないといけないんだろうね、きっとね。で、スタミナの大きい使い道としては、やっぱオーブ集めだよね。闇に飲まれなさい。オーブ集めはほんと大変。ランクが上がれば上がるほどね。例えばこれ2個って書いてあるけど、2個はそんな簡単に手に入るオプションないんで、まあ、大体10回は回っちゃいますね。ちょっと余分に手に入るぐらい。これでもね、なぜか手に入ってない時もあるんで。闇に飲まれなさい。もう手に入ってますね。あ、ヘイムダル、そうだ、できるんだ。よっしゃー。お、なんか、すげえ、ピカピカになった。ステータスが2200上がりましたね。嬉しいな。よかった。3つしか手に入ってないでしょ。ほら、こんな感じなんですよ。もう一回しましょう。これね、揃ってる時とか一発でやらせてくれるといいんだけどね。あ、ここはまあちょっと自分で一回クリアしてみるか。多分できんだろう、星さんでクリア。いくぞ。耐えられない。仲間死ぬと星3でクリアできないよね。死んで出直してください。くそー。1体はレンタルした方がいいかな。ダメだね。間に合わないね。絶対間に合わないね。死んで出直してください。ちょっと一旦グルベイグの水着グルベイグを外して、
これをレンタルに変えて、都市騎士はすげえ、フレイヤー、フレイヤーが虹になってるよ。虹じゃねえや、星5になってるよ。これどんな強さなの？強さ見れねえや。まあでもレベルも51だしね、全然余裕っしょ。よし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 、オッケー。これで星3ゲットなんです。星3ゲットしないとあのチケットで周回できないんですよ。オッケー。でこの報酬もやっと全部回収できるわ。よし、これちょっと20回回ってきます。ここのやつはすごい必要なんで。これでも手に入らない可能性があるから、なんだろう、ブルーからパープルになるのはやっぱり相当しんどいですね。なので僕はマンスリーパックっていうんで買っちゃいました。毎日300個、スタミナがもらえる、300スタミナもらえるんで。でスタミナはね、スタミナ1イコール1消費イコールレベル経験値1アップなんで、まあ、そこが結構重要だと俺は思ってますね。間違えた、ゲート散ってる。受け取んなきゃいけないのこのマンスリーパスの方なんで。もったいないからね、マンスリーパス受け取れないの。だって今赤くなってるじゃないですか。赤くなると受け取れないんですよ。ゴッドプロテクション。ラストベーゼ。あんまりいたずらしちゃったね。全然揃ってないでしょ。20回回ったのに6個しか今ないんだよ。大足のオーブのかけら。だからスタミナはね、3分ぐらいで回復するんで、1回。で、あと、公式、なんだろ、ミッション達成すると、もらえるので、1日に何回か。なので、まあね、毎日コツコツ頑張ってれば、絶対キャラは育ちますよ、と。割とダイヤの使い道っていうのは、ガチャよりも、キャラがある程度揃って作るまではガチャ引くことになるけど、でも、中盤ぐらいはガチャよりも、スタミナ回復に使うことが多いかもしれないですね。私はそうでした。で、今はそれがもう面倒くさくなって、マンスリーパスを買ったというわけですね。マンスリーパスの方が安いんですよ。300のスタミナもらうのに。うん。守り抜く。やっとできるね、これ。これぴったりじゃねえかな。ああ、ぴったりよりは多い。うん、こんな感じで強化していきます。で、名前の下、名前の右に矢印あるじゃないですか。この下にクリスタルみたいになるでしょ。これが、満タンになって、もう一回オーブを集めると、一個ランクアップするっていう仕組みです。なので、俺、あと2回オーブを全部集めれば、今、青なんですけど、これが、パープルになると。で、パープルになると何がいいことあるかっていうと、装備枠が解放されます。っていうのがあるんで、頑張ってやってます。
装備してなかったね。魔法攻撃力だけ上がるやつないのか。ないのか。ないな。じゃあこれ装備しとくか。永続ガードアップだって。すごい。ちょっと全然気づかずに装備を増やしてなかった誤射が多いです。あ、ちょっと一旦いいや、こいつ外してるからな。闇に飲まれなさい。ヘイムダルだ。もっと防御力上げられ、ヒットポイント上げられたわ。あれ、これ牙のタリスマ装備できないんだ。あオーケー、まあこんな感じです。まあこんな感じでプレイしてます。はい、今日のガチャとね、ガチャとね、基本的なプレイの仕方をご説明いたしました。まあね、もし次回やるとしたら、塔終わっちゃったかな。トマトジュース、よく口にできるわね。あ、塔終わっちゃったね。うん、まあ降臨とかね、またちょっと お伝えできればなと思います。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。